もう早々に席を立ちましたね。そうですね、気の毒だったですね。 On the ice, representing Ukraine, Tatiana Bozuzhar Petruk Karchenko. ウクライナのペアです。タチアナ・ボロソツァペトロ・ハルチェンコ。もうウクライナも世界ジュニアのチャンピオンがいただけにあって、結局出場権は取っているから3ペアが出てくるわけですね。そうですね。ですから、あの、まあ、本当に上位を狙えるペアと、うん、そうじゃないペアとどうしても出てきてしまうんですね。はい。ハルチェンコでした。女性は14歳、タティアナ・ボースジャス・ペトロ・カルチェンコ、ウクライナ。ディスパイラルのところで、はい、やっぱりあの男性の腕が伸びるのが遅いためにですね、うん、完全にトーポジション、男性がトーポジションになってから女性が1回転男性の周りを回らなきゃいけないわけですね。男性がつま先をついてからですね。そうですね、うん、それがおそらく回転がですね1回転してない状態だと思うんですね、ええ、ですから、まあ、その辺はやっぱりジャッジの方がどういうふうに見るかっていうところだと思うんですね、ええ、でジャッジもあの9人でもう左端から右端までっていうかなりの距離がありますから、ありますね、あの演技やっているポジションによって非常に見づらいんですね、ええ、ですからあのその辺が引くジャッジと引かないジャッジが出たりとか、それが例えばジャンプでタッチをしたとかっていうところで、それが確実にタッチしたかどうかわからないところがあるんですけど、今あのビデオリプレイシステムといってジャッジの横に選手権ディアグラムがですね、再生エレメンツの再生があって、それをチェックすることができますが、まあ、いずれにしてもワンカメ、まあ、1台のカメラで撮ってますから、やっぱり確実に見るってわけにいかないんですね。ですから大体、まあ、人間のこう五感というんですか、そういうのはもう鋭いですから、経験でこれはおかしいなというのを発
再確認するという程度なんですけど、ね、でもそれでも分かりません。ただ部屋だったら2人のジャンプの回転が足らないんじゃないかとか、ね、一つおかしいんじゃないか、回転が少しターンしてるんじゃないかとかっていう時にはスローですからよくわかるんですけど、リプレイのシステムはスローじゃなくてノーマルスピードですから、ね、でもまあ非常にこういうバランスが悪いとかいうですね、このディスパラルですね、女性が男性がポジションになって最後1回転ぐらい、まあ、ギリギリなんとかセーフっていうところですけどね。マルスフォーリクワイドエレメンツ、非常に若いペアですよね、まだ。そうですね。4-2-4-0-3-8-4-0-3.8-4.6 です。エレメンツの得点です。4-3-4-1 Marks for presentation。そしてプレゼンテーション。セカンドマークです。4-5-4-7-4-6-4-1-4-4-8 対象になっているところがありますけれど、まあ、全体からいけばポジションが、ね、綺麗だったりしてますからね、セカンドマグロがいいです。